皆さんこんにちは、朝麦コンサルティングの司法書士の加山真理乃です。今日はですね、チャレンジ2019とここに題しまして、私もですね、この今ですね、司法書士としてですね、 YouTube チャンネルをやっているので、資格について、少なからずはちょっと喋っているわけですから、ちょっとですね、新たにですね、資格試験にちょっと挑戦したいなというふうに思っております。で、 YouTube のですね、企画としてですね、どんどん進めていきたいなと思うんですけれども、私の知人にですね、毎年1年1個ずつですね、資格を取っている知人が、いまして、でちょっとですね、その方に触発されまして、私はですね、1年に1個資格をどんどん取っていこうかというふうに思いまして、今回はですね、新しく、資格試験に挑戦したいというふうに思います。ちょっとね、どういう資格試験に挑戦しようかな、今全く、かなりですね、何も決めていないので、ぜひですね、ちょっとこのコメント欄で募集したいなというふうに思います。で、そんなにですね、そんなえげつないのえげつないやつやめてください。なんていうんですかね、なるべくですね、片手まで取れそうな資格で、ぜひ皆さん、お願いいたします。一応ですね、宅建行政書士、司法書士、簿記以外の、資格で、募集しておりますので、皆さん、ぜひ書いていただければというふうに思います。ちょっとどんな資格あるかな、ちょっと、楽しみにしていますので、ちょっとコメント欄でいい資格あったら、ぜひその資格試験に私、この1年チャレンジさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではまた更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。